中野ヒデオチャンネル。俺英語サーチでしてみたことあんの。じゃあさ、中野ヒデオっていつもちょい役だなとかさ、だってチョロだもんって書いてあったりとか。ひどいよな。ひどいですね。まあ適当なこと言いますから。俺ちょい役やりたくてやってる俳優なんて いねえよな。まあそうですよね。しょうがないもんね。ちょい役の時代ってありましたか。もちろんです。もう仕事、はい、始めた頃はずっとワンシーン、二シーンみたいな仕事ばっかりですから、そこに命をかけようぜなんて仲間で言ってたんですけど、もう命のかけようがないぐらいの役なんで、はい、そう悪しね、はい、うん、主人公とガソリンスタンドですれ違うって、もう命のかけようがないっていう。そんなフラストレーションを。君たち俳優さんは命かけるってどういうことなのって聞きたくなるような感じだよね、はいはいはい。まあ、そんなフラストレーションを持ってやってましたよ、はい。どこが転機でしたか、自分の中で。あ、全然ないです。まだ、はい、ここからはそういうのがなくなって気持ちよくなったっていう。いや、もうあの頃と一緒の感じでやってます。へー、はい、大事なことだよね、初心忘れべからずって。俺なんかもうとんとん昔に終わっちゃった。なんか小沢さんがよく言うじゃないですか、はい、ヒデさんが調子に乗ってダメになった、はいはい、僕が天狗になってね、天狗になった、ダメになったって、そんなですか。その通りだと思いますね。あ、認めるんですね、それは。認めます。やっぱりお金も、お金も儲かりましたしね。役者になる前に家を持ちたいみたいな、車を買いたいみたいな、はいはい、北島康介がタッチして見るまでがゴールっていう風にするからすごいっていうのが聞いた時に俺感動してしまって、俺はもう見たら終わっちゃったから。家に手が届いて、家に手が届いて、車買った、いい車買った、いい家買ったってなった瞬間にもう俺終わっちゃったって思っちゃったんだろうね、きっと。もう夢叶ってるから、あとは遊ぶだけっていう風に思っちゃってるから、作品に対する真面目度なんかさらさらないし、もう早く言って早く帰らせてくれっていうぐらいの感じだった。ああ、もう最低な感じだったかな。それを身をもって経験してるので、そのくせ分かりきったようなこと言うんだよね、一流役者みたいに。ここはお前これつながってねえじゃねえかとかね、ここはお前ちょっとおかしいんじゃねえかとか、もう本がおかしいんじゃねえかとかさ、はいはいはい、本なんか一つも読んでない、はい、読んでないのに、こことお前このセリフおかしくないから、うん、いらないよなって、はいはい、最低、はい、でもしょうがないよ ね、 そうですね、生きてきちゃったもん、うん、この10年ぐらいかな、ちゃんと読んだり、うん、ちゃんと読むまではいかなくても、はい、読んでねえとやべえよなとか、うん、まあ言うほど読んでないですよね、今も。もうほとんど読んでないっていうふうに言われるけども、はい、まあそんなことはないですよ。一回は読む。あ、まあ、もちろん分かんなくなっちゃうから、はい、ただよ、あの特にあなたがやってる日本統一、はい、あれね、ドラム読むじゃないですか、はい、一応読む、はい、でもね、終わった瞬間に何を思うかというと、はい、うわー、たくさん字を見たって感じ。内容が分からない、はい、やっぱいろんなことが詰め込んであるし、うん、はいはい、話数も多いから、はいはいはい、で自分のところ出てきたらこの一回戻って、あ、はい、何を言ってんだって戻ってまた通り過ぎて、はいはい、でまた戻ってやってる、はいはいはい、でもやっぱこう僕は自分が撮った作品を基本的に見ないようにしてます。ああ、それは僕も一緒です。それ前ヒデさんこれお邪魔した時に話したと思うんですけど、僕もあんまり見ない、なんかもうショックしかないっていうと、はい、そうですよね、後悔と、はい、やってよかったなんて思うことがあんまり生まれないよね、はい、そんな時期もあったんですよ。見て反省点を見つけて、それを改善してってやっていかなきゃいけないと思った時期もあって、でも反省点って永久になくならないんですよ。じゃあもう見ないでいいかなと思って、まあ今はもちろんシリーズものなんで話の流れを確認する意味でも、ずっと主役だからずっと割と現場にいることが長いので、はい、分かるもんね。そう、あ、もう A、ね、見てたら、はい、これがこう繋がってこれが繋がってこんな絵になってんなっていうのは分かるもんね、はいはい。うん、ただよくそのファンの方に何話の何がみたいなこと言われるんですけど、そういうこと言われると全く分かんないですよね。ピーさんと
だってそうでしょ。僕ね、はい、そういうこと言われるのが一番多かったのがドンへの道なんですよ。はいはいはい。でドンへの道の時は全然台本なんかも読んでなかったのに、分かってた。あのシーン良かったです、ね、あ、言われてピンときてたんですか。ピンときてた。へえ。ああってすごく今より全然分量も多いし、はい、まあ、健太郎さんと白龍さんと3人で分け合いしてるわけだから、特にあのシーン数も一番若いので、押し付けられることが多かったので、はいはい、結構俺が多かったんだよね。でも分かってたかな、何かって石原監督なのかなと思う時があって、石原さん俺が読んでないと思うから、はい、来たらこの前になこうなってああなってこうなってなこうなってあんたこうなんねや分かったその顔とやっててやられてたから、もう読んでないの前提で説明してくれるんですね。だから、あ、はいはいはい、分かりました、あ、そんなことになってんだっていうような感じで撮ってたから、自然と読んでるだけより耳でも聞いてるから、うん、こうよりインプットされてるのかもしれないですね。そう、石原さんいいですね。石原さん、石原監督いいよ。まあ、なんかもちろん泉誠二監督とか、はいはい、監督たくさん僕のお世話になった監督いるんだけど、はい、まあ、好きか嫌いかで言ったら、うん、一番は石原監督とかから俺、大好き。会いたい、今すぐにでも、行ったらいいじゃないですか。京都おられるんじゃないですか。いるなら行ってこうかなと思って。こう京都だよね、はい、そうです、京都です、京都です。せっかちですよね、でも、まあ、あのせっかち感がなんとたまらないというか、うん、そういうのが生まれてくるじゃない、うん、作品やってると、はい、この監督とはすごく良かったとか、うん、相性が良かったとか、はい、あれってあのシリーズって全編京都、全部京都なんだけど、はい、後半の本当にあの終わる頃は東京です、はい、お金がなくなっちゃって制作費がどんどん下げられちゃって、京都行けなくなっちゃった、ね、京都行けなくなっちゃった。人気シリーズだから制作費とか上がりそうなイメージはあるよな。ありますけど、うん、まあそれはあの深いこと言うとさ、まあ、まあ一応流せないんだけどありますよね。なんかあんまり言っちゃダメなんだろうなっていうところは。だからね、俺今思うと蜂で割っといたらよかったんじゃないかと結構前に、いや俺はだってそのつもりでやってたもん、あれ8までの、あ、1回死ぬところですか。なぜかと漫画なので、あれ、はいはいはい、8までは漫画なので、はい、台本読んでなくても漫画読んでるんで分かるんですよ、はい、漫画なんですね。そこから先がオリジナルなんですね。そこから先がオリジナルになるので、はい、そこからはもう作家さんのあれになるんだけど、でも弟になって出てくるので、はい、もう役も半分ぐらいになるんで、着物のとこだけでこうやるようになるので。どうでした、その弟として出るって。まあ今だから言えるけど、はい、もう反発があって自分の心の中で、はい、なぜかっていうと蜂で燃え尽きてるので、はい、自分の中では、うん、で嫌な思いもしてるので、はい、だからこうもういいよって思ってたのをいきなり呼び戻されたので、はい、ただやるからには、うん、過去に8話までもう力いっぱいやった作品なのに、19かな、あ、11かなから出勤した時は、うん、へこたれてたんでちょっとかっこ悪いなっていう当時はまだあったので、ね、まあ、しっかりやろうと思ってたけど、うんうん、やっぱりこうなんて言うんだろう、葛藤がありますよね。あと役もちょっと削られる形になるので、うん、弟なので、はいはい、でヤクザになっていくまでの過程もあったんで、うん、3話か4話分ずっと一般人がこう育っていく感じが映し出されてるから、うん、ゴリゴリのヤクザやりたいのに、はいはい、それをやらさ、チョロに戻されるみたいな。実際問題はお前はチョロに戻ったんだみたいなことを言われたし、チョロからドンへの道に来いみたいな感じのことを言われてたんで、日本統一でも葛藤を作ったらいかがですか。一回死にますか。いやまあ余談だけど、まあ、あのドンへの道の時に桜井哲太郎が、うん、キングダムやってたから分かると思うけど、はいはい、桜井哲太郎が天下を取って、まあ、あれしたけど稲見ってあの、はい、金沢慎一も天下を取りたかったと思うんだよね、はいはい、だから最後どういうの道が続いた時に健太郎さんから白龍さんに行くんじゃなくて、うん、俺に四代目を継がして、うんうん、白龍さんはまた俺の頭になるっていう終わり方がいいんではないかって一回こうまとまったことがあって、だからなんかこうそれやったらと思って、思ったけど、まあ、うん、よく見るとちょっと違うんだけど、うん、山が東大を取る、うん、形を持っていくみたいなのもこの2人の
といいバランスなのかなと思って提案したけど、まあもうちょっと違う空気が、もう組織内のことはやってるけど、山はもう鉄砲玉のあれになっちゃってるから。いやでも全然ありですよ、それは。もうそういうのも面白いんじゃないかなと思ったり、はい、うん、ここで言っちゃったらもうなくなると思う。全然そんなことです。あの本当にもうその結末というか終盤の構成っていうか構想っていうのは俺も考えないことにしてるんですよ。なるほどなるほど。でもうぼちぼち数字も落ちてきたから、あと何話でやめようかってなったら、うん、終わりを考えればいいかなと思って、それまではもう、はい、はい、もう広げるだけ風呂敷広げて、うん、そっから考えればいいかなと思ってて。でも終わりとかね、はい、作っちゃうとやっぱり考えが頭の中が、そうなんですよ、どんどん育たなくなっちゃうから、はいはい、どうせ終わるかなとか、はい、ここまで広げてもなとか、うん、そこまで好き勝手やってからの終わり方をすればいいかなと思って、うん、別にそれは俺はそれでいいと思うな。だからそこに俺が出てなくても、その時期の話出てなくてもやりきった感がある、はい、最初のメンバーってほぼいないんだよ。ここから薬剤が出てた人たちがみんなずっといるんだよ。歴史が、ようやくさんもいなくなっちゃったけど、こう日本統一の始まりってさ、とってもアバウトなもんだったんだよね、はい、やるかやらないかみたいなところから、安金を主役としてやるかやらないか、いややろう、やった時にこういうのを使おうって言って、北海道でね、わけわかんないシーン撮ったりとか、はい、あんなことから始まったのに、もう今や過去の作品のポスターなんか見ると、はい、ものすごい人たちが出てて、そうですよね、ね、はい、それこそ渡辺裕之さんもそうだけど、まあみんな亡くなってっちゃったけど、前も話したんですけど、ある時あのちょっと台本とかそういうのの整理をしてたら、日本統一の1話の準備稿が出てきたんですよ、ペラで、うん、でイメージキャストなんですよね、書いてあるのが。もう全然違うんですよ、もうキャストが。ちょっと今言えないですけど、この役が、こんな人なのとか、前川翔さんってこの役だったのとか、あ、こんな人も候補に上がってたのみたいな感じでしたね。面白そう、うん、なんか一つの歴史、俺らがちょうど役者になって生きてた時代の先輩たちと一緒にできた、はい、唯一の作品だよね、はい、そうですね、うん、だからなんか役で知るのが先か、てめえが本当に知るのが先かみたいな感じだから。だけどそれでそういうのが一本あってくれると嬉しいなっていうのはあるかな。そうですね、うん、だってもう何やかんやったってもうすぐ50代でしょ。いやもう50です。50だった、はい、50だった。もういつ行くか分かんないじゃん。いや本当です。いやいや、まだまだ本当なんだよ。男なんてさ、まだまだ誰がいつどこで行っちゃうか分かんないもんね、うん、はい、だったらやってた方がいいかなと思う。中野秀夫チャンネル。焼きおにぎりが来ましたけど、はい、これはなんかこれはなんかメニューにないらしいです。無理やり作っていただいて、はい、注文して、注文したみたいで、お米が好きって言っちゃったんで。ああなるほど、はい、京都の思い出、京都の思い出が聞きたいですね。やっぱせっかくの京都なんで、ちなんで撮影所の思い出が面白いね。そうですね、やっぱりちょっと東京とは違うじゃないですか、ね、かなり、うん、それでも今多分ヒデさんが行ってた頃とかとは今だいぶ変わってきちゃったんですよ。そうみたいだね、はい、うん、だから東京から行ってもそんなに困ることはないんですけど、うん、僕らの頃ってまあいじめられるって言ったらなんか京都のスタッフに悪いけど、はい、そういう噂もあったしね、はい、うん、まあ、そういう傾向もありましたよね、うん、あったあった、うん、たくさんあった。東京から来たもんはみたいなところあったじゃないですか。あれ思うんだけど、はい、東京から来るとあの関西弁のきつい感じ、はい、仕事をしてるから、はい、みんなも早くやりたいから、はい、バンバンきつく言うじゃん、はいはい、あれがいじめられたに変わるんじゃないかなと思うくらい、こう関西弁に慣れてないっていうのもあるんじゃないかなと思って。それもあるかもしれませんね、昔の人が言うにはね、はい、すげえなんか文句言っていじめられたとか言うけど、うん、あれは全くもっていじめじゃないもんね。そうですね、うん、で東京にいる関西の人って
今と違うじゃないですか、少なかったじゃないですか昔。普通に東京で関西弁って今聞けるじゃないですか。聞けるし、そのダウンタウンとか、はいはい、浜さんとかがもう鳴らすだけ鳴らしたよね、はい、そうですね、うん、それはありますね。聞き馴染みがなかったね。兄なんかと喋っててもさ、はい、たまに関西弁喋ってるもんね。そうですね、あの拙い、はいね、はい、どうかなと思うけどでもあれってダウンタウンとかのおかげというか、せい、ね、というか、うんうん、だよね。今全然もう多分若い子たちも違和感なく京都でできてる感じなんで、うん、なんか俺的にはちょっと物足りないっていうか、うん、そうだよね、うん、そんな感じ、うん、しますけどね。この人は京都のあれでね、 あのある俳優さん追いかけ回してましたからね。いや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 、追いかけ回して、追いかけ回してました。誰をなんで追いかけ回してたんですか。いや、理由は知りません。理由は知らないですか。だけどある俳優さんを追いかけ回して、はい、ぐるぐるぐる回ってましたよ、その撮影所の中を、どういう、まあ、その追いかけ回した方がいて、その方に対してこの人のお兄さんまでもが、はい、私のところに朝、はい、7時の段階で私のところに近寄ってきて、早いですね、俺あいつぶっ飛ばしていいですかって言った兄弟2人して、はい、そいつのことを怒ってましたからね。そんなこともありましたね。あったよね。はい、ありましたね。今じゃ仲良しだっていい、あの、いやいやいや、その俳優と仲良しだって言い張ってますよね。言い張ってる、はい、そんな誰か聞いちゃダメな雰囲気がすごく感じてきますね。有名俳優なんで、ね、ああなるほど、ひしひしと。ヒデさんは一番最初来たの何ですかね。仕事として行ったのは、はい、極道の友達、三代目姉っていう、あの、はい、証券さんのやつで、はい、証券の子分で、来ました。そこから何回かそういうようなもので呼ばれたり、時代劇のゲストみたいなのとか、単発で暮らしていくうちに、今チョロで跳ねて、はいはいはい、で跳ね終わった後にしばらくしてから暴れん坊将軍が来て、はいはい、暴れん坊将軍の前も水戸黄門とかそういうのをやってたんで、はいはいはい、ちょくちょく来てましたけど、はい、水戸黄門もね、なんかレギュラーになるとかならないかみたいな、うん、ね、ありましたよ、やばい話ですかね。やばくはないんじゃない。やっぱりその時に期待もしてたしさ、はいはい、あの頃そういう風に選んでくれて、ね、俺がやるんじゃないかっていう風に言ってくれたのもあるし、はいはいはい、片や今その後本当になられた人がいるんだけど、はいはいはい、その方もうなんか降りちゃったしね、はいはい、なんか、いや俺もドキドキしてたんですけどね。俺やりたかったな。ですよね、面白いのになと思ってましたけど。黄門様ですか。黄門様はねえだろ。違います。黄門様のレギュラー陣にこう入るんじゃないかとか、はい、レギュラーにってことですね。こうなんかオーディションというか、ヒデさんの黄門様ってなんで。ちょっとなんかドキドキしたって言ったんで、黄門様になるのかなって。そうか、安川たちも知ってるんだな。それ知ってます、知ってます。そうか、そうか、はい、ユージとは喋ったんだよ、そのことで、はい、いや結構由美香織さんがあの新幹線の中で会った時に、はい、俺に、はい、なるといいわねって言ったのよ。あ、俺もこれ絶対俺だと思ったわけ、はいはい、それこう隠してさ、うずうずしながら本当は揺らしてね。でこういう後輩たちにやるんじゃないのって、やるわけないよそんなのお前見てろよお前みたいなあったけど、まんまと怒ったね。怒ったね。まあ業界でありがちのやつですよね。そうそうそう、あ、なるほど。なんか候補に上がっちゃ消えてみたいな。あの暴れん坊将軍やりながらだけど、うん、その水戸黄門のレギュラーになるなんてなかなかね。お化け番組ですからね。ああ、その助三角さんにやったこの人のお兄さんなんてはとんでもないことで、いやいや、そんな時もあったね。ありましたよね。撮影場で仕事ってつながっていく時あるじゃないですか。ある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 。あれも面白かったですけどね。面白かったよ。だって一つのチケットで二つ仕事して帰れるわけだからね、はい、うん、すごいです。どっちが払うかみたいに揉めてる現場も揉めてる現場もあったし両方もらって片方換金してっていう人もいたしな、はい、決まってるんだよホテル代とかもね、はい、何千円って決まってるの、はいはいはい、そこにはちゃんとこう
あるところに行くか、温泉してちょっといいホテル泊まるかとか、はい、どこ泊まってもいいの、いいの、もう何万円のホテル泊まってもいいんだけど、はい、これぐらいしか、何千円しか出ませんよ、出ませんよっていうのはあるの、うん、やっぱまあ役とかにもよっても違うし、もうもちろんもちろんそれは違うと思うよ。ヒデさんはね、いつもあの悪さできるホテルによく悪さできるホテルって何ですか、泊まってらっしゃいましたけど楽しかったですね。面白かった、面白い、うん、東映のね、門入ってきたらね、はい、あの東映の呼び出しマイクでね、はい、おーい、昨日カーディー戦で女子大生と焼きあのくず切り食ってたのお前だろ放送で館内放送で言われた時は、あれ嬉しかったねあ、もうそこまで来ればもう認められたってことですからね。みんなにバカにされてるっていうのがこう、はい、あってさ、はい、くず切り食ったんかとか言われて行く場所行く場所で、どういうなんか幸せな時間というか、放送で呼び出しシステムっていうのもなかなか東京の撮影所では味わえないよ。ないじゃないですか。だって俺が行った時ってみんな麻雀やってんだよ。ああ、高橋で、そう、高橋の横のところ、はい、雀荘のところでみんな麻雀やってて、うん、それはスタッフさんがですか？違うよ、ずらつけてやってんだよみんな。あい、演者さんがですか、うん、で呼ばれていくんだから、で代わりに入るの、館内放送が聞こえるから、うん、それ聞いてでも俺ら若いやつらはあそこで麻雀打てたら一人前だみたいなのはありましたからね。高橋泊まって、高橋から出れたらね、はい、一人前だっていうのはあるし、お金もらってほら、ホテルとか。最初は撮影所出たばっかりのところにいろんな民宿とかがあるわけ、はい、その周りから始まるのよ。で演技事務所のさ、はい、山下さんがさ、はい、俺起きないから起こしに来るわけ、はい、あんた起きなさいってオカマ町に、はい、おじさんに起こされる若者だったから一瞬ビビるわけよ何があんのかと、はい、はい、ありがとうございます。あんたもう時間よ、ずらつけなさいみたいなちゃんとそこのお部屋まで起こしに来てくれ、いいお会いだったよね。いや本当お世話になりました、うん、それこそ福本さんとかもさあ、ね、はいはい、これ投げた投げないって知ってる知らない、ある俳優にこれを投げたらある俳優に当たっちゃってみたいな、それでつかみ合いの喧嘩だったっていうのは、俺が寺島進に投げたんだけどさ、はい、ある俳優って俺かあ、そんなことありました。そう、つかみ合いの喧嘩だったっていうのは、へえ、いや遠藤源一を狙ったんだよみたいな、はいはいはい、あんたのとこ行っちゃったんだよみたいな、あ、いやお前のこれはこっち向いてたみたいな、真意は何なんですか、先輩じゃないですか、そうそうそう、二人の先輩に二人とも先輩ですよね、真意は何だったんですか、気に入らないからえ、気に入らないから誰に投げたんですか、照らしますちょっとやめてくださいよちょっといつもと違う空間で、また日本統一は置いといて、はい、またこう遊びに、あ、また来させていただきますんで、はい、格闘の話でも、はい、あの奥さんへの不満でもいやいやいや兄貴への不満でもいいですので、はい、たまには原田龍二とツーショットっていうのもちょっと面白いですね、面白いかもしれない、なんかお二人が嫌ですか、喋ってる感じが事務所が違うからね、そう、いや、なんかどうですかね、やりにくいんじゃないですか俺たちはやりにくいのを提供、あ、好きですもんね、そういうのね、空気がおかしくなるのが大好きなんだよね、はいはい、じゃあちょっと考えさせてもらいます、考えさせてもらいます、だって山じゃさ、全然なんでもないでしょ、はい、まあ、ね、また、ね、来ていただけるように、本宮靖香さんでした、はい、ありがとうございました、はい、お邪魔しました、ありがとうございました、今日はありがとうございました